当の陽キャってガチの陽キャではないからほらあの人マジで好きなんだよな、河川さん。あの人の前の動画見てみ、全部おもろいよ。やっていきまーす。意外とうまそうでしょ天使はちょっとマブラブ終わってからやるわ。やるとしたらね、マブラブが絶対長くなるから、剣士やってたらマブラブに一生たどり着かないわ。マブラブはマジでいつでもやっていいの。いつでもやっていいんだけど、なんかね、やっぱ俺の気持ちがマックスになってからやりたいなと思って。で最近ちょっとラノベ欲がまた上がってきたから、多分近いうちやると思う。マブラブは完璧にその話はまとまった。作品内にジャムプロジェクトとかガチのその歌手の人たちの音楽が流れるから、そこら辺の版権の許可を取んないといけなくて、そこら辺の許可がその大元に取れたから、ジャムプロを流していいし、エンディングまでやっていいし。でその代わりビッツとかなしかな。エルデンリング配信と同じ流れ。まあでも動画かどうしようか待ってるけどね。そのまま録画を乗っけるだけだからな。今回は角谷さん動画じゃなくて、もうその作者の人と LINE でやり取りをして、もう直で撮った。制作者の人がリプくれて、でそっから DM で LINE 聞いて「お願いします」って「Twitch って配信サイトでやりたいんですけど YouTube にはたくさん動画あるんで Twitch ちょっと機能的にビッツが切れないんですよね。そこのところちょっと大元に確認してもらえればお願いします」って言ったら、 SNS 担当というか広告担当にちょっと聞いてみるんで、1週間ぐらい経ったら返信くれてできなかった。もう頼んだもん勝ちよ。断られたら断られたってそれが普通やん。まあこれがでかい事務所に入ってない強みでもあるでかい事務所入ってると多分こういう感じにはなんないかな。迷ってるのが体制があるかどうかの話なんだよね。マブラブ無印っていうものをやって、その続編がマブラブオルタナイティブっていう作品なんだけど、超面白くなるのがマブラブオルタナイティブからで、そのマブラブっていう作品自体はすごいね、あえてベタに作ってあるの。すごいベタなザ・エロゲーみたいな感じで作ってあるんだけど、そこから最後の方に話が急展開ギュルって変わって、こんなんなんの？こっちの方向に行くんだっていうのがマブラブオルタなんだよね。でマブラブオルタからでも話は通じるんだけど、俺はねそこマジで迷ってる。それこそキャラのその深みだったり伏線回収だったりはやっぱり無印からやった方がいいんだけど、オルタからやろっかなー。オルタからやろっかなー。やっぱり目的は布教だし、俺布教するんだとしたらオルタからやらせるんだよね。オルタからやれば絶対おもろいから、ちょっと考えとくわそこは。まあでも無印からなんて多分ないな。これちょっと長すぎるわ今よく考えてみると。予習いらない。説明がすごい事細かく入るから、それがいいとこなんだよ。敵みたいのが出てくるんだけど、宇宙人というかエイリアンというか、そういうのと戦う話なんだけど、世界を救う話なんだよ。グロ苦手でも見れる。グロがあるのは1,2シーンぐらいかな。しかもそんなグロではない。俺からすると。俺グロそんな得意じゃないけど。なんでマブラブがエロゲーっていうジャンルで売らないといけないかっていうのは、精神的な描写だったり、まあその、やっぱりエイリアンと戦うっていうところでさ、ちょっとグロ要素を入れないと、緊張感がないんだよね。例えばエイリアンがバシャってやってきた時に何もかも映ってなかったら、うわこんなんなっちゃって、あの可愛いヒロインたちがこいつにやられたらどうなっちゃうのっていうのが見えないと緊張感になんないじゃん。ちゃんとあのヒロインたちがエイリアンにやられたら死んじゃうんだね、こんなグロい感じでっていう描写を映すために売れるのがエロゲーっていうコンテンツがベストだったっていう感じかな、俺の解釈だと。エロあるっちゃあるよ、エロゲーだから。でもまあ本当におまけですらない、別になくていいそのコンテンツぐらいの、もう話重視のもの。 99.999% は内容重視だね。なんか語ってたらモチベーション上がってきた。オタク口調で話してたらこんなになっちゃった。なんかネットの陽キャってガチの陽キャではないから、なんか新宿とかにいるガチの陽キャってほんと異次元なわけよ。怖いし普通に見た目奴らって。なんかそういうところに遊びに行くと、あ、俺はオタクなんだなって思うよ。あ、俺はオタクだちゃんとって思う。ストリーマーの陽キャって誰？はあ、クラッチくんは陽キャだね。クラッチくんはコミュ力高いし、すごい目見て話すし、ちゃんと顔いいしな、あの人。あと、陽キャだと思う人。いや、マジでね、ザ・陽キャって人はね、ストリーマーにはいないよ。河川さんも陽キャっていう面で言うと違うかな。結構スンとしてるし。ああ！そうだね。ヘンディさんがそうかもしんない。ヘンディさんが、それに近いかもしんないな。太陽くんは、太陽くん独特なんだよな。太陽くんね、太陽くん独特だよ。配信で伝わってんのかな、あの感じ。陽キャっていうよりね、独特、変人なんだよね、彼は。話とかも、なんかたまにずれたりするしね。あの人はおもろいよ。太陽くん、ストリーマーでトップクラスに好きだしね。前も言ったけど、なんかストリーマーのドキュメンタリー見たいとしたら太陽くんなんだよね。その不思議を紐解いてほしいわ。ショカさんはどれぐらいで何の話？陽キャの話？陽キャがいいか悪いかと話じゃないけど、そもそも。ショカさんは配信外で結構スンとしてる。静かなタイプよ。俺はスンとするのは治ったかな。裏表というか、オフのなんかそのカロリー消費度がマジでなんか低カロリーだった。まあそうでもない。雷神に言われてそれこそ、裏表すごいし、なんか、そのスンとしてる時のスタミ怖いよって。あ、怖いんだ俺と思って。直したそこは。よくやられてたんだよね。なんか、怖いよって。配信外の俺。すごい、省エネが過ぎたんだよね。雷神に言われて、なんか直したかな。あ、そうそうそう。JASも真面目ね。JASも真面目だよ、あいつは。あいつの配信論みたいなのが存在するからね。多分そういうのがないと、売れないんだと思う、ストリーマーって。多分みんな配信論みたいなのあるんじゃないかな。俺はないんだよね。配信論の話で言うと、マジで、俺がやりたいことしかやんないっていうことしかもう徹底してないから。俺の QOL が下がることをマジでしない。まあ、それも配信論なのか。普段の生活もそうだし、それは配信に反映してるだけだね。関さんは、最近配信ちまちましてるの？俺も去年夏休みを取ったけど、今年は関さんだったね。去年俺が休み取ったのは、若干手術でその、気持ちがぐらついたってのはあるけど、なんか海外の配信者って夏休み取るらしいんだよね。2週間とか1ヶ月とか。俺も取ってみようかなっていう感じで、去年を取った。配信始めてからそういう長期の休みってマジでなかったしな。1ヶ月ぐらいの。休みは大事だね。まあでも、ちゃんと視聴者数とかを維持したり、爆伸びしたい人とかはもう取んないのが正解かなって思うね。それこそ動き続けた方がいいよ。今、Twitch で一番大変なのは河川さんじゃね？いやでもあの人はね、売れるべくして売れてるからね。俺あの人マジで好きなんだよな。河川さん本当になんか下積みが長くて努力って感じがしてさ、ザ・努力っていう感じがして、あの人は好きだね。俺はあの人はコットの時とかシャドーバースの時とか動画ずっとおもろいんだよね。俺見に行ってたもん。なんか最近勢いに乗るまで再生回数とかも1万とか2万とかで、でもそんな面白さじゃないのよ。1万2万の面白さがこれってぐらい面白くて、河川さんのなんか最近のそれこそゼタの流れからのしか知らない人多いかもしれないけど、あの人の前の動画見てみ、全部おもろいよ。俺はリスペクト、配信のなんかリスペクトで言うとあの人かな。すげえなって思える。それこそ最近のザ・河川とかさ、絶対に任せてる部分もあるだろうけど、大会を開くってカロリー使うしね。あとリスペクトか。俺はシャルル氏はリスペクトしてる。あと、最近の活動のシャルル氏かな。マジで尊敬してる。コミュニティリーダーっていう立ち位置を完全に確立して、で、ちゃんと実行して、そのコミュニティを維持してるっていう面ですごすぎるね。かな。俺はその2人がなんかリスペクトの面で言うとあるかな。まあでもあの人なんかストレスで過食らしいからあんまりいじめないであげて。まだニコニコの時の過激なリスナーがいるみたいで。ストレスのせいか。ストレスって言って。知られるしわい。